ああ、せめて市街じゃなかったらもっと鳥さんたちを集められたのにな。よう、お姉さん。戦うつもりはないから、それを下ろしてくんない？どうしてここに私がいると分かったんですか？分かってないよ、別に。俺もあんたと一緒で、ただ食べ物をあさりに来ただけだ。まあ、せっかく会えたんだ。名乗っておくわ。根の戦士、うじゃうじゃ殺す、ネズミ。お姉さんは？鳥の戦士、鶏だよ。ああ、そういえばあんた、あの時手を挙げていたよな。あの時？ああ、うん、あの時ね、あの時。協力したふりして、後で裏切るつもりだったけど、それがどうかしたの？ついてきなよ、お姉さん。猿のところまで連れてってあげる。どうしよう、殺しちゃう？鳥が入れない、私も知らない場所、まさに隠れ家ね。あ、おかえり。ってあれ、その子は？うん、いたから連れてきた。警戒のかけらもないガラ空きの背中。おっと、うん、こらこら、ネズミくん。出歩いて疲れた。おやすみ。あと任せるわ。ああ、困った子だな。ごめんなさいね、悪い子じゃないみたいなんだけれど。あ、いえ、うん、いいですよ、別に。この子、前にどこかで見たような気がしたけど、やっぱり気のせいだったみたいね。あの時手を挙げてくれた子だよね。私のこと知ってる？猿の戦士とだけしか。それじゃあ自己紹介するわ。猿の戦士、平和に殺す、シャリュ。鳥の戦士、ついばんで殺す、鶏。今度はちゃんと言えた。鳥さんか。そっか、はじめまして。あの時賛同してくれてありがとう。こうしてちゃんとお話できて嬉しいよ。あ、うん、ひょっとしてあの停戦勧告はチームを作るための方便とかじゃなくて本気だったんだろうか。いや、そんなわけがない。そんなこと本気で考えてるやつがいるわけないもんね。ネズミ君と合流できて、とりあえず彼の裁量でここに隠れたんだけどね。まあ一旦一息ついてから行動しようってことで。確かにこの手の下水道はネズミの通り道だ。あの時手を挙げてくれた戦士とうまく集合できないかなって思っていたんだけど、よかった、まずはあなたと会えて。そう、私も嬉しいです。なんとかあの時手を挙げてくれたみんなと合流したいんだけどね。みんな？あの時手を挙げた戦士か。ここにいる根と私を除けば牛と馬、そしてウサギ。ウは明らかに統率を乱すのが目的だったし、まさか含んでないよね。私だって猿の案に賛同したわけじゃないし、牛と馬だって怪しいものだ。そこで寝ている根の子にしても、殺そうと思えばいつでも殺せるんだけど。ニワトリさん、ここまで誰か見なかった？今地上はどんな感じになってるの？何人か死んでます。私が知ってるだけでも意と犬が殺されてます。最初に死んでいた身を合わせるともう3人も。何、正直に答えてんだ。そう、あれからもう2人も死んじゃったんだ。残念だわ。残念？本気？人が良すぎるどころじゃない。私から見てもバカだ。たとえ猿が本気で不戦不殺の決着を望んでいたとしても、そんな絵空ごと実現するわけない。それは厄介だね。どうぞ。あ、どうも。暑いから気をつけて。12人のうち3人、もう4分の1も。それでもシェリューさんの言う必勝法は使えるんですか？使えるわ。
まだその詳細をつまびらかにするわけにはいかないけれど。甘い。お砂糖は余計だった？疲れにいいかと思って。バカだ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 。卵かけご飯。卵かけご飯か。でも炭水化物かな。残念ですが、私はキーには添えません。そう、残念だわ。だけど気が変わったらいつでも戻ってきてね。私はいつだって待っているから。どうかギリギリまで諦めないで。せめてご飯一緒に食べていかない？いえ、お気持ちだけで。本物の間抜けか。私は適当に話を合わせておけばよかったのに。したたかで小賢しい私は一体どこへ行ってしまったんだ。多分ワンマンアーミーのせいだ。あの飛躍が私のステータスだけじゃなくメンタルまで引き上げてしまった。だからあんな親切みたいな誠意みたいな実在しないものにズタズタに痛めつけられた。愚かすぎる。強くなって結果ナーバスになってどうするんだ。